はいどうもルリタマーです。さて今回は試作1号機フルバーニアンというわけで、前作からの変更点、耐久が20上がったよ、赤ロック長くなったんだね、赤ロック延長で、特殊射撃の内容変更、ジムカスタムを呼び出すパターンが追加、弾数とリロード時間を調整、3発14秒から2発12秒にで、ホバー中特殊射撃のリロード時間が増加、5秒から6秒といった感じ でアシストなんだけど、 N と横がないのか、 N でなんか2機出てきてビームとマシンガンを連射で、前で突撃2段格闘、今やったやつだね。で下で照射、どれもアシストいい感じかな。なんか弾幕用の N で、なんか一緒に攻めたり誘導とかの期待値を込めた近距離での前で、なんか自己狙いの下みたいな感じで使えるといいのかな。どれも結構強い。下の照射もなんか発生早くて弾速もいい感じだから、でもただちょっと細いっていうくらいで、そんなに弱くない、いいアシストで、こいつむすらしすぎ、こいつ結構ね頑張ったつもりではいるんだが、それっぽく動こうとはしたんだけど、むすらしいよこいつこいつマジでむずい。フルバーリア特化け関連なんだけど、横と前はホバー移動にならないんだよ。横は回転したのくるって回るやつで、前が前転して相手の上を飛び越えるような感じのやつで、 N が上昇してホバー移動に行こうで、一番大事なのは下、俺は気づいた、乗ってて一番大事なのは下だと思う、多分下。もうね4試合目まで俺も下を使わないの。なんかホバー移動移行するときなんか N だと遅えな、でもみんな N でやってる気がするんだよなーって思いながら N でやってたんだけど、違います、この機体は下特化がめちゃくちゃ大事、俺はそんな気がするだけだからねってわけで1戦目終わってと、いや4戦目まで、いや4戦目に持ってきたら失敗だなこれってわけで2戦目、相方がニューガンダム、相手がノワールとフルグランサー、4戦目までね下特化をそんな使う、こういうところとかね、エンドだとね一回上昇してくるって回ってホバー移動に移行するんだけど、下だとねめちゃくちゃ早いの、ホバー移動に移行するのが、そこに気づくまでが遅かった俺はそこに気づく、あいや今やった珍しい俺4戦目までやってないかと思った、早くないホバーに移行すんの、これねすぐホバーに移行したいときはマジで下が大事、本当にね下得です、時代は下得な気がするそんな気がする。なんかそれっぽく動くとね被弾しちゃうんだよね、ね、この被弾する元がね絶対 N 特化なんだよ、横特化だとスムーズにいけるから被弾するあれがなくなるのかなって、なんかね逃げるときとか逃げになんかステップ N 特化で初動に上昇してるときに誘導切りあるんだけど、初動にその初動の誘導切りを使って回避行動に移行するときは N でいいと思うんだよ。ただ見合うときとかすぐホバーに移行してビーム3連射とかサーベル投げで見合いたいなっていう時は絶対に下の方が強い、もうここは力説するこれは絶対にそうだよね、フルバニアン使いのみんな知らねえけどそうって言ってくれ、じゃないと俺は間違ってるのかもしれないまあ試合はまあいい感じです。だってこの当てる方さ、なんか最初の方さマジで銃口も誘導もなくてポコチンみたいな感じだったけどさ、弾速だけ速いみたいな感じだったけど、今なんかちょっと強いねこの当ての方ね、これで150あるのすごいわ。相方が耐久55で半角ちゃんと入ってる感じのゲーミング、しかも殴ってくれてて、ホバー以降 N じゃなかったら絶対取れてた絶対取れてた今の S 角吐いてメインサブ連打で落としてって1出撃1回の射撃シエスはちょっと雑に打っちゃってダメでしたと。でホバー移動に移行してサーベル投げ、これサーベル投げ強いね、 N で交代投げ、横で左右どっちか2の方向を選べて投げれるって感じで、で弾がでかくてこの投げた時に誘導切りがあると。でサーベル投げは強実弾とかじゃないからビームとか弾に消されるらしい、俺のなんか投げてる時消えなかったけどね。相方が体力フルで V 角吐いてくれまして、あとは爪の段階でしょう、俺が変に減ってでなんかぐしゃぐしゃされなかったらまあ勝てるのかなと。ホバーでちょっと馬ぶっちゃったせいで、こういうとこもね N で上昇しなかったら絶対着地間に合ってんだよ下なんだよ、ホバーで攻めたいって時は絶対に下、もう決めた、心に決めた。フルバリアちょっとねそれに気づいてからちょっと面白かったわ、また乗りてえこいつ、なんかもういっかって思って、時間も時間だしもういっかって思って諦めちゃったけど、絶対下特化なんだよ気づいちゃったおじさんって感じだったのよ、遅かったマジで。
1、2戦目はね、まだね、なんかこんな感じかなーっていうあれなんだけど、3戦目あたりからちょっと慣れてきて、4戦目はなんか、シャトッカク使おうって思って、頑張った。というわけで3戦目、相方が、ガンダム X、2000のやつだね。相手がニューガンとストライクノワール。で、あと、キャンセルルートなんだけど、この試合をやるかな？前格闘、ホバー中前格闘の切り上げなんだけど、めちゃくちゃ伸びがいいやつ。あれがホバー中メインとサーベル投げからキャンセルでできるんだけど、それがね、なかなか強いから、そこのキャンセルルートは覚えておく。で、キャンセルルートもね、結構いろいろあるんだけど、なんか、トレモでガチャガチャ触ったらなんとなくわかるかなっていった感じ。なんか、これ欲しいなーっていうキャンセルルートは結構あるかな。ホバー前角だけだね、キャンセルルートを覚えておいた方がいいのは。メインと、あと、特写。うん。ホバー中の特写に前格闘がある。で、前格闘でしっかり入力しないと、なんか別の格闘出るから、そこだけも、そこも注意かな。あ、で、これ勝者。勝者結構段差が早くない？なんかいい感じだよね。ホバー移動して様子見ながらメイン三射からビームと。なんかそれっぽい。で、ここもね、絶対 N じゃなかったらもうちょい詰めれた。あとは前特格とかも、前特も使いたかったな。前特ね、どこで使わないかわからなかったんだよな。で、ここちょっとうまい。はい。ホバーでステップステップステップ CS で迎撃してアシスト当たっちゃったけど、その後のメインからのなんちゃらかんちゃらガードして、うまい、それっぽい。あー、前角から無理やり CS ねじ込んで、高齢力高いんだよ。 S 角280くらいだっけ、なんかめちゃくちゃ力高いんだよなこれ。なんかそれっぽくても満足です。きたー、ホバー前角。ホバー前角ね、これ単発100ダメージなんだよ。めちゃくちゃ力高いで、伸びもやばい。ロック保存からやるとね、なんか真下真上行くんだよね。なんかよくわかんないけど強いよこれ。で、ホバー前角当たった時、疑似体だったら、前角と派生に移行して、前のバーニアみたいなところをババ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 って当てた後に、出し切って下角と派生で、イズナ落としやって、出し切って CS 締めると300とか出たような気がする。こいつ軽くすげえんだよ。前派生はね、なんか見られてるんじゃねえかって思ってね、俺はなかなかできなかったね。なんか余裕があるときはやったほうがいい。で、そう。前角とやったときに、角と連打対応なんだけど、連打がね、結構遅いとね、マジで終わる時間が長くなっちゃうから、マジで気合い入れて連打したほうがいい。俺は射撃CS 溜めながら連打すると遅いタイプの人間だから、射撃 CS は溜めないで、イズナ落としに派生させた時に CS 溜めて、ってギリギリ CS 溜まるから、なんかそんな感じで入力するといいかな。トレモでやったけど難しかったんで、あ、これアシスト2段まで固めてくれっかなと思ったんだけど、俺もダウン取れなかったんで、150でカット、150で終わりと。これ150いいよね。なんかそれっぽく動けたんじゃないの？どう？どうですか？なんかステップでクン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 避けてるとさ、かっこいいよね。だけでラスト相方がヘッカって、相手がエクシアとアイオスフェイス。で、これがね、シャトッカクを結構頑張って使おうかなと思って。これダブロだったんで、N トッカクから様子見て、ここら辺使うんじゃねえかな、シャトッカクを。シャトッカク使ってくれ。シャトッカクはね、思った2倍はね、ホバーに移行するの早いから。これ、ほら、めちゃくちゃ早いのこれ。で、これで見合ってなんかやって、ダブルロックだったから回避行動に移行するみたいな。これがね、いいと思うんですよ。どうなんですか、フルバニア使いのみんなは。どうなんですか。ほら、これでホバー移動して、これマジでストレスない、これマジでストレスない。先着地通したけど、ここ振り向きメインしたのマジで変なチョコ。先着地通せだからマジで読み勝てたな。なんでここ、ヘカテのメインから 150CS 当てようとしたら、俺もメイン当たっちゃった。まぬけ。ここもホバー移動すぐ移行して、ステップからサーベル投げ、前格闘からイズナ落とし、出し切ってもよかったかなーって感じかな。オーバーヒートでサブ打っちゃったから、その後取られちゃったけど、まあまあいいんじゃないか。なんか下特格で俺は気持ちよくなってんぞ。ヘカテの弾杖。アネゴが覚醒して、相方のおかげで俺も S 角溜まったんで、どっかでぶつけに行きたい。アイオス覚醒、ここは取れそうだったんで、ヘカテと一緒に取ってって、S 角吐いてメイン連打から前角とそのまま攻めてってメイン連打で取ってって、お、下特角いいね、移行するのが早い。このままエクシャに前角と行くけど、ステップ横角はダメでした。相手の弾と相方の弾でなんとか落とされずに済みまして、体力42大事にしたいね。ヘカテ殴られてるけど、アシストだけ送ったけど、ヘカテ落ちなかったらこれでかいね。どっちを見るで一回粘りましょう。一回粘ってってーと思ったら俺はすぐ死んじゃったけど、ヘカテがエクシャを落としてくれていい感じ。こっちは折り返しっていうか、俺が減らないようにしたいね。N 特角の上昇で避けたかったけどダメだった。上までついてきた相手が。これ以上の被弾はちょっとしたくないっすね。アシストとか出しながら相方が弾で止めてくれて、一回なんとかなりましてと。
メインから横得ホーバーに移行しようと思ったらブーストなかったんで S 角吐いてヘカテもクロスバーストで C 角吐いてと。でこの CS すごい強い。 CS ね、上下に重厚すごくて弾速発生早くて280ダメージを。でここもうやばい前掛け、本当に鬼。終わった、当たると思わなかった。リペアに刺して一回フルコンもらっちゃうけど相方がマシンガンで取ってくれてと。というわけで不作1号機フルバーニャンでした。最後の前掛けやばかったね。あれが6保存前掛けなんだけど、あれやばい。6保存前掛けサーベル投げからの前掛け投なんだけど、ギュンって登ってね取るのすごいんだよ。で単発100ダメージなのもいいね。単発100ダメージ、補正も多分20でしょ。あれね強えのよ。ちゃんとコンボしたかったな、ちゃんとコンボしたかったけど、やっぱ見られてるとな。あとね、当たると思わないんだよ。当たると思わないの、あれもうすごいから、すごいからもう当たると思わないの。ギャンってうわ当たったしと思って入力しようと思っても頑張る、ステップ入れちゃうんだよね癖で。ステップ入れないで前角と前派生出し切って下派生やって絆落とし304ダメージ、 CS 追撃で320くらい、もうすごいんだから。そこら辺もねうまくできればね。フルバニア、やっぱ下特角と前特角も大事な気がするんだけど、前特角はどこで使うんだろうな。前特角 CS とかで上取って攻めに行って下特角でホバー移行してそのまま攻めるみたいなのも強そうだけど、ブーストカツカツそうだな。そこまでするとどうなんだろう。前特角はホバイドに移行しないんだよ、前特角って。誘導切りで、その前転して相手を乗り越えるんだけど。格闘 CS の世界印とか、いや、どうなんだ。格闘 CS もどこで使うか全然わからんかったんよ。あがき？近距離押し付け？押し付けなんかね、月どうやって当たってんのかよくわかんない。こいつ、マジでさ、職人として見よう。ちょっと気になってる。職人としてはね、見なかったんで、見ずに自分で考えながらやって、相手に来た時こういうことやってるなーで乗ってみたんだけど、なんか下とか強いなーと思ったんだけど、格闘 CS はどこで使うんじゃ。なんかあがきとか相手から格闘で来るときは強そうだけどね。なんかね、下格闘 CS もなんかあるんだよ。なんか下半身分離させて爆発させるやつ、あれ置き攻めとかちょっと強そうだったんだけど、もうね、こいつも夢が広がりまくリング。もうわからん。楽しそう、マジで。職人談義しねえか、俺と。1分くらい喋っちゃった。というわけでよかったらチャンネル登録とか高評価とかしてくれるとすごい嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。またね。